皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月15日、14時3分。今日先ほど買い物へ行ってきたんですが、まあまだ遊んでない状態です。で、まあ他社の方に言われてたんですけども、まあ、イオンモールの、食品関係を扱ってる方が、今日は来ませんのでっていうことを、多分、ご老人の方に言ってたんです。で、まあ通り過ぎた後だし、買い物行った後だし、まあないだろうなって思ってたんですよ。あとはまあその帰りの信号のところで黒いスーツを着た、まあ髪の毛の長さが、もう手の長さでいいですか、これ縦で表現しても枠に入りきらないんですけど、まあまあこれぐらい、高島屋かなと後で思ったんですけども、それもね、後頭部しか見てないですから、わからないんですよ。信号数で違うときにね、いちいち一人一人顔チェックしてる方は、もうそんな生活無理ですから、しんどくて、精神的にも。で、その方法自体が使用してはならない方法だっていうことで、誰か東京行ったとか、そういう話で、もともとプロ野球業界も話決まってたんですよ。特典の件ね。で、だからこの間、巨人、ヤクルトとかの得点の入り方とか、なんかその辺のところもありますし、まあもともと阪神タイガース対中日ドラゴンズの試合で、まあ僕は試合の途中撮影して、2対2の同点になってる日あったじゃないですか。あの日、巨人がまあ7点。裏の攻撃でビッグイニング作ってるんですけども、あれもう結局対照的な内容なんですよ。中日ドラゴンズのその名古屋ドームで試合があって、で解説席の人たちが言ってる内容で物事が進もうとしていた。でそこで私が待ったをかけた状態ですね。でそれはもともと理由がある。それはその動画を見てください。ちゃんと政府の方でももう26年前からそういう話になっています。で国会ですよ。で天皇陛下もそれでいいっていうことを言ってくれています。で現在の成人様ももともとのその天皇家の内容のものを引き継ぐっていうことをおっしゃっています。何かするそのビッグイニングの話なんですけども、その心の声でね、その解説席に関してもう僕と同じルール、そうじゃなかったら向こうが言った通りだけの内容になるんだったら、僕はそんな甘いルールなんか与えられてない。そんなに全部こなさなきゃならないのっていうような、その他の試合とかのことじゃないですよ。で結局広島のことをね、どうこう、解説席の人が言い始めて、で、巨人の方に7点入ってるんですよ。昔の広島の話をし始めて、で解説席の人たちはその話をすることによって巨人の方に得点がいくっていうことは多分理解されてないと思います。今までそういう人たちいっぱいいました。じゃあ取られたのはどこだっていう話になるのと、それまでね、その7点のビッグイニングができるまで広島の方がリードしてたんですよ。だから、いや、そのね、その次の日の土曜日に関しては、もしかしたら佳子様がこの、まあ、家の横を通り過ぎたかもしれないし、この近辺に来ていたかもしれない。もう今年に入って多分3度は3度以上は来てると思うんです。ただもう、もうね、ずっとそういうことをするのも大変なんでしょうけども、その日、阪神タイガース負けてるじゃないですか。で、横浜ベイスターズもね。以前からこの話してるじゃないですか。他のアナウンサー、結婚話をした人間、女とか。僕に電話をかけたらいいだけの内容なのに、なぜ横通り過ぎるんですって、結局、スポーツチームへの得点のためだったんですかっていう話になるのと、正直高島屋に関してよくわかんないんですよ。もともと昔見たウィキペディアでは、出生地は神奈川県で表記されたんですよ。だから今東京都、もうそういう人いっぱいいます。有名人のウィキペディアの人たちの中で。後からみんな気づくを、自分で記録つけてなかったらわかんなくなりますか、気にしないから基本的に。どこが出身地だっていうこと、出生地だっていうこと、どこで生まれたかっていうこと。でコロ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 変わってる人はまあ何かあるんでしょうけども、今日一応これ言っておいたのは、
高島彩はここ近年の今もやばいっていう声聞こえてきましたよ、高島彩の声で。で、出身地かな、出生地じゃなくて出身地は東京になってます。で、あとはね、今日買い物行くとき、ちょっとね、マスクをした人間で、髪の毛金髪の人間が、こう、坂をこう、下っていく、まあ、大川駅の交差点の自転車置き場から、もう少し先の方なんですけども、そのところから、私は田尾寺駅から大川の方に向かって歩いてるんですけども、こう、坂を降りてきて、で、もう近づくの本当に嫌なんですよ、本当に。髪の毛染めてる人たち。で、どの人がいるかわからないから。で、もうそのまっすぐ歩こうと。で、まっすぐ歩いて、その坂下ってきた時の人間がもしかしたらですよ、もうわかんない、本当に。髪の毛の色がコロ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 変えている人は、もうそれを変装目的だと思いますから。あと、もう、プラスマスクもね、もう今の段階でマスクしてる人は、もう何か、もうバレたら、ダメだっていうような立場の人。何かしてしまってる側の人。で、マスクして金髪に近い髪の毛でしょ。で、これね、髪の毛の長さ的には一瞬宇賀なつみかなとも後から帰ってきて思ったんですよ。帰ってくる途中ですね、その先ほど黒いスーツを着ていた女性、黒スーツありえるかもしれへんなぐらいですけどね。高島本人かどうかわからないですよ、それこそ。私にはそんな調査能力ありませんから。物事確定づける、それこそずっと撮影しながら歩かなきゃならない。ひたすら、その高島彩だとすると、ひたすら嫌がらせする形ですね。で、交差点のね、信号のところで、特に大通りとかの、片側まあ2車線以上のところは大通りとしましょう。渡るときに声かけれる人います？よっぽどの知り合いとかじゃなかったら声かけないでしょう。もう後頭部しか見てないからもう分かんない、本当に。で、黒いスーツを一時的にテレビ局の連中が流行らしたでしょう。それもともと黒い服なんか、喪服という位置づけだったから、普通着ない、着ない。葬儀の時ぐらいとか、そういう感覚で、やっぱり黒なんか着てたらダメだっていうことに最終的にはなります。葬儀の時に亡くなった人、自分がもし亡くなった時に、周りでね、葬儀に集まってくれた人たちが、まあ、泣いていたとしましょう。全員黒い服着てた時、どう思います？全身黒ずくめ。嫌でしょ？普通そう。まあ、多分白黒テレビの頃からなのか、それで、まあ、何か勘違いされたのか、映画関係とか、まあ、多分そのあたりだと思いますよ。いや、一応これはプロ野球業界と高島彩と、もうわかんないですけどね、一応上夏み、東京都出身、出身地は東京都ということになってますね、上夏み。いや、だからもうわかんない、本当に。誰が来てるのかなって。おいおい。で、あと、アナウンサー関係から、変なことしとう人間、また新たに発覚の可能性もありますんで、それらしい YouTube は見かけたんですね。で、高島彩が連れてきた、加藤綾子に関しても、それ高島彩がちゃんと僕に声かけてね、で、僕の方がもうこんな動画になってるよって YouTube の方でっていうことを、ちょっと本人に教えてあげっていうことぐらいは言ってあげたいなとは思ってはいるんですけど、今ここではもう言えない方の内容の方。休みの日なのにまだ全然遊んでないですから、気重いです。で、支払い全然ない。で、あとはスポーツの勝ち負け、淡井圭介がしていたこと、ずっと隠蔽、世界戦あれだけ勝ったのに、こんなむちゃくちゃな記憶に本当に嫌いになります。で、それ言った瞬間、頭の中もう取られてる。普通、別に怒っても言ってないし、
通の口調で自分がもし同じ目にあった時ね、それ嫌い嫌いだこんな国ってこういう普通の言い方ですら誰かに聞いてもらいたくて言うことすらできなくなる国ってどう思います？まだ頭の中取られてる。頭の中渡しながら言葉のワードとかを組み上げて試合の勝ち負けに取り組んでるから慣れの部分で何とか喋ってるだけ。たまにあの動画撮影してる時に会話が途切れてる時が見受けられると思うんですけども、その時も撮られてます。で、台本撮られてる時はもう頭回んなくなって何を喋っていたかが分からなくなってる状態。もうスポーツ業界なんか広めない方がいい。もうどうせ未来の人たちを怒らせてる。もう絶対そう。もうテレビ局も同じ。全部バレた後、本当はみんなバレたけども、そのバレた内容をテレビで放送しておいた方がいい。こんな言われることを放送していましたって。解決、多分もう永久にできないと思います。エネルギーの残存の問題、今のままだったらね。普通にまず僕に電話かけることぐらいみんなしましょう。深く関わってきた人たち、議員さんも含めです。以上です。